バンダイじゃなくて猪苗代の大雄エイトにちょっと寄ったなに。おい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 、メガサブさんの車8年9年目どっちか忘れましたが、3枚目だよフロントガラス。結局南極6人適当サブウェイしてたんで作業の方は映ってませんが、着きました。ガーミンライブスコープ LV34 で、ね、シューティングナビゲーターもつけたんですが、シューティングナビゲーターつけてパーフェクティブモード、要はこの人同士を横にするため の, ステイっていうのがあれあるんですけど、それつけるとぶつかりますよ。まあそうだよね、こういうのにつけるっていう想定で多分作ってないからぶつかるのは当たり前なんですけど、でそれを解決するにはこの部分、これを延長する方がねえような気がしますわね。これこの取り付けして作ってるメーカーさん、お願いしますよ。これ延長するやつ作ってくださいよ。そうしないとこれパーフェクティブモードが使いたいのに使えないんですよ、ぶつかって。そんなわけで無事着きました。魚探もアップデートして、とりあえず今日はおとなしくしてるけど、明日は釣りするよ。はい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 、そんなわけでメガサブさんのグレードアップしましたよ。グレードアップ、シューティングナビゲーターがついて、来た来た来た、魚探本体は変わってませんが、ホイールライブスコープでございます。すげえな。まあとりあえずいろいろ見てちょっとうろうろしてみますわ。撮影止めたら消えちゃったけど、この辺にいんねえ。ウィードの外っ面にバス浮いてたね今ね。ウィードの外っ面、ウィードの外っ面にバスが浮いてたの見えたんすわ。ちょっと頭の中でイメージつくの大変、それに慣れなきゃダメだな。試合絡まないから今日はこれやってる。バッテリーの持ちもどうなんかわかんねえからさ。はい、メガサブさんが動かしたルアーが映ってるよ。あれ画面見てだけ近くにして、すげえ。ちょっとさ、何がどうすんのかさ、YouTube 動画では皆さんの見てだけでよくわかんないんで。あ、スコーンって今落っこったの映ったんで、この映し出せる時と映し出せない時があるのはどういうことなの。面白いね、この辺さ結構ベイトがいてさ、ちょいちょいベイト映るのよ。この辺だ、これかな、ところかな。で、こっちのウィードにバスいんのかなと思うんだけど、違うんだよ。こっちにいいんだよね、たまに。こっちにも、これ、ね、ベイトいてさ、ここ結構の周り結構これベイト湧いてんだよ。
しごむえた。で、今メガサゴさん投げだるはこれ沈んでってんの分かる？反射して見えねえかな。沈んでって今ちょうどこのベイトの上に今深いんでここで6メーターぐらいのベイトの脇通ってった。でもバスっぽいの追っていく感じしねえんだよね。こっちにバスいるっぽいんだよ沖側。ベイトの中に行くからこれちょっと真面目にやってみる。ここに綺麗に入れ込んでやれば14メーター先多分今ので12メーターちょっと足んなかった。すげえね、ちょっと距離足んなかった。今目がさまさここ狙ったんですよ、この辺。でもちょっと距離足んなくてこの辺に怒ってったけど、これベイトここワイデでさっきここにバスっぽいのずっとんで、でこのベイトが何なのかっていうのがちょっとわかんねえんだけど、エビかな。なんか結構とどまってんだよこの辺、このビードの周辺とどまってんだよ。食った。ライブスコープシューティング、ライブスコープシューティングです。なるほどね。ただなんだこれ、シーバスみたいな色してんだけど、これちっちゃいけどね、ライブスコープシーバスみたいな色してんだけどちょっと待ってシーバスみたいな色してるよこれ、濁りで。ほら真っ白結界だよバス。メガサブさん初めてのライブスコープシューティングで釣りました。おや真っ白なんだけど、これミドルディープの魚は真っ白結界だこれ。面白スピーナーベイトライブシューティング面白い。ピロン、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、ね、気になる動画はこちら、ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。